じゃあこれちょっとパソコンの画面をちょっと近づいて見てみてほしいんですけど、これこっち側の写真から並べてます。順番に1枚2345パターンの写真を撮りました。で全部同じ明るさで、ちょっと外のね自然光の具合があるからちょっとあのズレはあるんですけど、同じ設定になるように、ね、撮ってる写真が5枚撮れました。これが一番向こう側の絞りが一番閉じてる状態の F8 の写真、次 5.6、 次 F4、 次 2.8 で最後 2.0。 同じ写真の明るさ、同じ明るさの写真がたくさん組み合わせて撮れました。これあのこんだけたくさんの組み合わせがあるんだったらどこで撮ったらいいか分かんなくなっちゃうじゃない。で全部明るさ一緒だったらどこで撮ってもいいやっていうふうに、なると思うんですけど、この5枚の写真を見比べた時に何か違うこと気づくところある？柔らかく見えるかもね。お、一番いいところに気づいたね。素晴らしい。そうね、一番大事なのはこの人物には今全部ピントが合ってて同じ明るさで撮れてるんだけど、背景に写ってる木、植木の形が、どんどん変わっていくと思うんですね。これが F8 の写真から一気に 2.0 の写真に切り替えてみますね。せーの、はい、っていう風に。全然違うでしょ。後ろのボケ、ここからまた8に戻してみますね。はい、せーの、はい、っていう風に、くっきりはっきり。なのでこの絞りの違いっていうのはピントが合ってる幅、背景とかね、ピントを合わせたところ以外にどれぐらいピントがしっかり来てるのかっていうのをコントロールするっていうのが絞りの役目です。なので こういう今見てもらってる写真、 F8 の写真みたいに後ろまでくっきりあのはっきりしてるってなると、あの使い方としては店内写真とか外観写真とか、その手前から奥の方まで全部はっきり見せたいとか、あとヘアカタログ雑誌だったら内側のレングス別ページっていうところ あのカタログみたいな、全部の髪の毛がくっきりはっきり見える分かりやすい写真を撮るときなんかはこういう F8 でしっかりはっきりくっきりしっかりパリッと撮れてる写真っていうのを撮ることが多いし、逆にこのF2 みたいなこう背景がボケてる写真っていうのは人物がこう浮かび上がって見えると思うんですよね。なので人物がこう見せたいもの、人物を見せたいと思うので、この風景の中でこの人物を浮かび上がらせてよりあの印象的に見せたいとか、あと背景がボケてる分雰囲気が柔らかく感じるので、写真撮った時にあの可愛く、その肌が綺麗だなって感じたのもそこから多分に来てくると思うんだけど、その柔らかく見えるので、そういう女性らしいとか柔らかい感じとか女の子がより可愛く見えるっていう写真を撮りたい場合はこっち側の、あの絞りが開いてる写真っていうのを選んで使うことが多いです、なのであの部屋型の雑誌とかで言うと、例えばあの前の方のなんか関東ページみたいなところ あのサロンに行って、そのスタイリストさんそれぞれの特徴だったりそれぞれの雰囲気をより生かした写真を撮りたいとか、あのカタログでくっきりかっちりっていうよりもなんとなくこういう雰囲気の女性なんだよっていうのを見せたいようなイメージとして伝えたい写真を撮るときっていうのはこういう背景
がボケている写真を使うことがよくあります。なのでじゃあ一回ちょっと座ってもらって、こういう どこで撮っても明るさ一緒だから、どこで撮ってもいいや、たまたま開いた時にちょうどいい明るさだからそれでいいやっていうんじゃなくて、自分が背景がボケて、ボケが大きいですね。どこかな、ボケも大きくなるし、このボケが小さい、自分はどれぐらい浮かび上がったような写真を撮りたいのかっていうのを先に決めて写真を撮るっていうのが大切になってきます。